ある日、私の部屋に泥棒が入った。犯人はアパートの二部屋隣に住む二人の子供を持つお母さん。私がスーパーに行った隙にベランダを伝って侵入したらしいのだが、室内を物色していたところで私が飾っていた人形と目が合い、失神してしまったというから不憫なものだ。スーパーから帰り、部屋に人が倒れているのを見た私はびっくり仰天。大家さんと一緒に警察を呼んだ。失礼します、大丈夫ですか、聞こえますか。現れたのは私と同世代くらいの男性警察官。彼が体を揺さぶるとようやくお母さんは意識を取り戻した。あなた、よそのお家で何してるんですか。警察官の声にハッとしたお母さんは身を起こして振り返る。後ろには私が大切に飾っていた骨格見本と人体解剖模型。あ、よく学校の理科室に置いてある骸骨が骨格見本で、人体解剖模型は縦半分が人間、もう半分が内臓とか取り出せるやつね。なんで部屋にこんな人形があるのよ。指を指して絶叫するお母さん。私は看護師なので。律儀に回答すると、お母さんはギロリとこちらを睨んだ。いや、たまに教科書と標本を見ながら骨とか内臓の位置を確認してるんですよ。いざという時に内臓や骨の名前を忘れてたらシャレになりませんから。ほら。睨みつけるお母さんが怖くて早口で説明する私。そうだよ、ちゃんとした理由があるんだよ。あんた、いつも部屋で外人の男の名前を呼んでるから、てっきり外資系のエリートと付き合ってる金持ち OL だと思ったのに、部屋には全然金目のものがないし。ブツブツとつぶやくお母さん。外人の人？大家のおばあさんが首をかしげ、私もクエスチョンマークを浮かべた。あ、何よ。何なのよ。心当たりがあるんですか？全員の視線を受けて、さすがに話さざるを得なくなった。私、この模型にステファンとウィリアムっていう名前をつけてるんです。部屋に帰ったら、ステファン、ウィリアム、ただいまーっていう癖があったので、それを聞かれたのかもしれませんね。なんでこんな暴露をしなくちゃいけないの？恥ずかしさでもう顔から火が出そうだった。警察官は頭をかいており、大家さんは今時の若い者はと首を振っている。一方、すっかり勘違いしていたお母さんは鬼のような表情でブルブルと震えていた。騙された、こんなの詐欺だ、この大嘘つきが。精神的に傷ついたから訴えてやる、慰謝料払え、などなど自分がしでかしたことも顧みず言いたい放題。あとは何か盗まれたものがあったらご連絡ください。では。警察官はお母さんをどうにか抑え込み、そのまま連れて行ってくれた。まあ何事もなかったようでよかったよ。また何かあったらいてちょうだい。ありがとうございます。大家さんが帰って行ってからようやく一呼吸する。念のため部屋中を確認したけれど、大きく荒らされたわけでもなければ盗難にあったわけでもなかった。真っ先にチェックした戸棚の中の現金6万円もそのまんま。改めてステファンとウィリアムが輝いて見える。今日は助かったよ、これからもよろしくね。部屋に誰もいないことをついつい確認してから、私は2体をぎゅっと抱きしめた。彼氏はいなくても私にはステファンとウィリアムがいる。その後お母さんは旦那さんに連れられて謝罪に来た。この度は大変ご迷惑を。あんな人形を置いとくなんてほんと悪趣味。お前、まだそんなこと言うのか。悪趣味なもんは悪趣味だわ。部屋に入って早々夫婦喧嘩が勃発。このお母さん、未だに反省の色が見えない。お前は立派な犯罪を起こしたんだ、いい加減に理解しろ。もしこの話が子供たちの学校に知られてみろ、泥棒の子供だっていじめられるのがオチだぞ。すいません、まだ謝罪も終わっていないのに。慌ててこちらに向き直る旦那さん。まあ私はもう気にしてないので。そういうわけにはいきません。ほら、お前も頭下げろ。結局私の部屋を出ていくまでお母さんは旦那さんに猛烈に怒られていた。そして先月とうとうアパートを出ていくことに。そりゃ居心地悪いもんね。少し古いけれど駅近の南向き物件なので、お母さんたちが去った次の週には新しい人がすぐに引っ越してきた。これからは大声でただいまっていうのを控えないと、また誤解を招いちゃうな。引っ越し業者のトラックが去っていくのを見つめながら一人でつぶやいていると、玄関のインターホンが。はーい。すみません、新しく引っ越してきたものです。なんと早速挨拶に来たらしい。
律儀な人だな。ドアを開けて驚いた。どこかで見たことがある顔。この人は確か。あ、こんにちは。おまわりさん。恥ずかしそうに頭をかいている目の前の男性は、制服こそ着ていないけれど、例の泥棒事件を担当してくれた警察官だった。どうしてここに？え、事件は終わりましたよね。混乱する私。警察官はますます恥ずかしそうにしながら、いや、その、と口ごもった。そろそろ独身寮を出たいと思っていて、引っ越し先を探していたんです。そしたら、ここの条件がぴったりだったので。ああ、別に、あなたが心配で追いかけてきたんじゃないですよ。なんというか、その。早口で説明する警察官は、なんだか顔が赤く見える。すみません、正直に言います。人体模型と住んでるって聞いた時は、正直引きました。でも、その印象が強烈すぎて、あなたのことばかり思い出すようになりました。いきなり近所に引っ越して来られて、キモいって思われるかもしれないですけど、僕はあなたが気になってます。まずはお友達になれたら嬉しいです。頭を下げられて、頭が真っ白になった。でも気づいたらすぐに私も頭を下げていた。こんな人体模型女でよろしければ。本当ですか？警察官の顔がパッと明るくなる。それじゃ、また今度ゆっくり話しましょう。僕は荷ほどきがあるので一旦引き上げますね。ありがとうございました。そう言い残し、バタバタと帰っていく警察官。私は部屋に戻ってヘナヘナと座り込み、やがて、うわーっと叫びながら、ステファンとウィリアムに抱きついた。自分の心拍数がバクバク上がっているのがわかる。どうやら、人体模型たちは災難から私を守ってくれたのみならず、新しい恋まで連れてきてくれたらしい。ご視聴ありがとうございました。また見てね。